文選文選文禅は、中国南北朝時代、南朝梁の照明大使によって編纂された、詩文集。全三十巻。春秋戦国時代から、梁までの文学者百三十一名による、譜、詩、文章八百余りの作品を、三十七のジャンルに分類して収録する。随当以前を代表する文学作品の多くを網羅しており、 中国古典文学の研究者にとって必読書とされる。収録作品のみならず、テルアキ大使自身による序文も、陸朝時代の文学史論として高く評価される。文鮮の戦者である、テルアキ大使昭桃は、寮の武帝の長子として生まれた。武帝は、南西の創出の出身であり、学問、文才にも長寿、即位前は、京寮王将種義のもとで、 新薬、チャラ当時を代表する文学仲間である教梁八友の一人に数えられていた。大使はこのような学問好きな父の方針により、他の兄弟と同じく幼い頃から東大一流の学者、文人を教師として学問や文学を学んだ。こうした環境のもとで育てられた大使は、学問と文学を愛好するのみならず、文化の保護や育成にも心を砕くようになった。 大使の居所である東宮には約3万巻もの書が集められ、その周囲には多数の学者、文人たちが学問研究や著作活動に従事することになった。文献が編纂されたのには、こうした照キ大使の文化的環境が大きな役割を果たしていた。文献の選者名は照キ大使一人に偽されているが、実際の編纂には、 流行者から彼の周囲にいた文人たち関わっていたと、されている。随当以降、管理投用に過去が導入され、私文の創作が重視されると、文選は、過去の受験者に、私文の制作の模範とされ、代々重視されてきた。当の詩人徒歩は、文選を愛読し、熟成せよ、文選のり、宗武帯と息子に、教会の言葉まで残している。また、宗の時代には、 文戦乱すれば、中西中バス、文戦に精通すれば、家挙は中ば旧大という俗用が生まれている。このため、文戦は早くから研究され、多くの人により注釈がつけられた。文戦の注釈として、文献上最も古いものは、隋の生涯、生涯の孫、照明大使の上位の文戦音である。少し後の隋等の後代期には、江戸、 現在のチャンス以上幼衆史の総建が文献恩義を表し、総建のもとには義方義、高村ら、巨縁、李禅ら多くの弟子が集まり、以後の文献学、戦学流星のきっかけとなった。総建の弟子の一人である李禅は、高感な知識を活かして文禅に詳細な注釈をつけ、658年、県慶三年、等の構想に検定した。これが、 文献中として最も代表的なリゼン中である。リゼン中の特徴は過去の転籍を印象することで作品に用いられている言葉の出典とその語義を明らかにするという方法を用いていることある。またリゼンが引用する書籍には現在では散逸しているものも多く、それらの書籍の実態を交渉する際の貴重な資料にもなっている。 李前中の後の代表的な注釈としては、両演祭、隆良、長族、両向き、李修官の5人の学者が共同で執筆し、718年、改元6年、等の元想に検定された、いわゆる、五神中がある。五神中の特徴は、李前中が印象に重きを置きすぎるあまり、時として、語義の解釈が、おろそかになる、ことを解きて、意を忘れることに不満を持ち、 軸の意味を他の言葉で解釈する訓子の方法を用したことにある。そのため注釈として、リ善中とは異なる価値があるが、全体的にずさんな解釈や誤りが多く、後世の評価では、リ善中に及ばないというのが一般的である。宋代に入り木版印刷技術が普及すると、リゼ中と五神中を合国して出版した陸神中、六夜中が通行し、 元来の理前、五神の短中本は、廃れることとなった。現行の理前短中本は、南宋の有望が、陸神中から、理前中の部分を抜き出し、移設あり、1181年、厚し広し年に刊行したものの系統であると、される。これを、神の小勝家が、諸本を比較して、交換を加えた上、下強年間に復刻した。この、五刻本が、 今日最も標準的なテキストとして通行している。このほか重要なものとして、日本に写本として伝わる、文選出中、120巻、あり23巻がある。これは、李前、五神の注釈のほかこれらの注釈が通行することによって散逸した、東大の注釈が保存れており、文選研究にとって、不可欠の資料となっている。大使の書いた、文献の序文には、 作品の収録基準を、ことは、陳史よりで、ね、義は、カモニキスとし、深い思考から出てきた内容を、優れた修辞で表現したとみなされた作品を、収録したとある。また収録する分野についても、四部分類でいうところの、胸部、古部、不一部を除く、修部に相当する、文学作品を、もっぱら千六の対象としている点で、文学の価値を明確に意識した総集となっている。 文献は、城代の日本に伝わり、日本文学の進展にも重大な影響を与えた。奈良時代は、貴族の教養として、筆族の対象となっており、日本書記や、万葉集などに、文献からの影響を指摘する見解もある、小島のりゆきなど、後の平安時代から、室町時代でも、書は、文集、文献、枕の創始、文は文献の哀れなる巻、つれずれ草とあるように、 企神の読むべき書物としての地位を保ち続けた。現在でも、文献の用語は、日本語の語彙で活かされ、古事教訓として使用されている。英雄、映画、炎上、解散、家福、家門、岩石機、機械、機械、行事、狂気、金銀、経営、経成、経銃、経外、権威、賢人、公印、公会、公進、故郷、国家、国王、 国土、国威、国王、骨髄、骨肉、興奮、経明、夫婦、串、天罰、天使、天地、元気、学校、娯楽、万国、主人、帰遷、感激疲、疲弊、など、佐藤清治、看護漢字の研究明治書院百九十八。全役、小役、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。